Hey guys, welcome back to the walkthrough. Today we're off to the siege of Iwagawa and Mount Tachibana castles.島津の九州統一を阻むのは今や大友配下の高橋常雲と橘家のみとなっていた。島津は九州制覇を成し遂げるべく島津忠長を総大将とした軍勢を筑前岩屋城へ派遣。岩屋城を守る常雲は四条後方の橘山城に逃がし、自身は岩屋城で島津軍を引きつけんとした。名将常雲と彼の実子橘宗茂の壮烈な覚悟が幾多の劣勢を跳ね返してきた島津を危機に陥れる。 九州の将岩屋城 橘山城の戦い。 俺はもっと強くなる。 鬼島津の戦をすればいいよ。 銀千代は橘山城に引かせましたよ。あの娘が素直に引くわけはあるまい。苦労したろう。そういえば先ほど高影ら毛利勢が到着しました。彼らの力を借り時を稼げばまだ希望はある。相手は島津だ。そう簡単にはいかぬ。父上宗茂、 お前を橘道雪殿のもとに養子に出した時から、わしとお前は親子ではない、他人となった。だからわしが危機に陥ろうと死のうと取り乱すな。お前は橘家のために生き抜けばよい。父からならともかく他人の命令なら聞けませんね。ならば岩屋城城主として命ずる。生きよ。 銀千代のため、そして息子を愛する父のために。お叔父上、この戦が終わればいよいよ九州は島津のものに。はしゃぐなガキ。お前が対峙する将は誰だ。奴らはどんな状況でも諦めずに向かってくる。慢心すれば九州制覇をもくろむ鬼どもよ。大友家臣、高橋常雲らを相手つかまつる。覚悟を決めた。同志は勇也城、橘山城を落とし九州を制す。 本州は忠長に任せる。打たれように決まれよ。
打ち取ったり。道を塞げたぞ。逃げる将は一人もおらぬ。これも上雲の人柄のなせる技。敗門。逆に押されるな。島津の戦見せつけよ。さて、橘山城の守りを固めよう。
許さぬ。ここに潔さ、二の次に感じます。すぐに雷神を本気にさせてしまうため。よし、頑張れ。敵将、鬼が平らげた。鬼は外だ。丁重に追い払うとしよう。行くなら全力だ。するかのようなやつさ。まるで何かを待っている。まさかこれ以上時はかけられない。全軍一気に岩屋城の天守を目指せ。よし、頑張れ。Yeah!
ついに島津が九州の覇者に。叔父上、我らは勝ったんですね。まだだ。あれは豊臣軍だ。ははははは。貴様の勝ちだな。さあどうする、豊久。諦めるか。いや、諦めない。Alright guys, that's the end of this tale, so I'll be starting a new tale in the next video, so as always guys, thanks for watching, don't forget to like, comment, and subscribe.